皆さん、はじめまして。駆け出しの新人アイドル、牧田なずなです。田舎から上京して1ヶ月が経ったある日、渋谷の路上で歌っていた私は、ドリームキャリープロダクション敏腕プロデューサーのひろこさんに声をかけられ、念願のスカウトを受けることに。それからすぐ、歌唱力はピカイチ、アリニャンことクールビューティーの白峰ありさちゃん、引っ込み思案だけどダンスの実力はピカイチ、ほのりんこと早乙女ほのかちゃん、フランスからやってきた日本大好きオタク娘、ハルルンこと西条クリスティーンハルちゃん、この3人とユニットを組むことになったのでした。それから生まれ育ったふるさとで代々続く町工場の跡取り娘で、地元愛あふれる大和なでしこ、ゆか姫こと姫川ゆかりちゃんを新たなメンバーに迎えて、5人のグループに成長したのです。これはそんな私たちがそれぞれの夢に向かって歩いていく物語。その道がいつか世界へと続き、希望に満ちた花を咲かせることを信じて。私たちはフェアリーエイド。いくつもの街の交差点からあなたの街を虹色にするためにやってきた妖精です。明日のライブ会場の視察に来てみれば。これはひどいありさまね。もしかして間違って今日はリハーサルだったってことはないわよね。いやー正真正銘、今日は夏祭り1日目です。お客さん数えるほどしかいないではないですか。お年寄りの方しか見当たらないですし、一体どういうことなんでしょう。これは今日が夏祭りだってこと、皆さんご存知なんですか。ちゃんとしっかり告知はしたんですか。いや、実はここ数年若い子たちもすっかり地域の夏祭りに参加しなくなってしまいまして、やっぱり都会でやる花火大会の方に興味が向いてしまうようで。私たちのステージ大丈夫でしょうか。大丈夫です。明日こそは皆さんのライブにたくさんの人が押し寄せますよ。その根拠のない自信は一体どこから。いや多分大丈夫だと。2日目の目玉はフェアリーエイドさんのステージですからね。素敵な歌楽しみにしてますよ。取り直して美味しい料理をいただきましょうか。この土地だけのこの食材、さすがです。こんなに美味しいご飯があるのにな。